クルブデフトボルアメリカは、メキシコの首都メキシコシティに本拠を構えるサッカークラブである。メキシコ国内で最大手のテレビ局、テレビサがオーナー。ルチャリブレの文化が根付き、善悪対決という概念が、スポーツで必要とされ、安いメキシコにあって、当クラブは他クラブの有力選手や、外国人を金銭で引き抜くなど、悪役を標榜したクラブ運営を行ってきた。ゆえに、 サポーターもオーディアメマスというキャッチコピーがプリントされたシャツを着て応援することが多い。メキシコで最も人気のあるサッカークラブである。クルブアメリカの最大のライバルは CD グアダラハラである。この2チームの対戦はクラシコでクラシコスと呼ばれている。他にプーマス、クルスアッスルとの対戦もクラシコと呼ばれ。 プーマスとの対戦はクラシコカピタリーのクルス・アッスルとの対戦はクラシコホベンと呼ばれている。クルブ・アメリカ、CD ・グアダラハラ、プーマス、クルス・アッスルはメキシコのビッグ4と呼ばれている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。